I hope it rains. I want a downpour to soak me through. こんにちは、リオです。こんにちは、ソータです。今日リオたちはアムステルダムにいます。前回の動画でオランダ最南端の町マーストリヒトにいたソタリオは、今回バスでアムステルダムまでやってきました。今日はね、天気もめちゃくちゃ久しぶりに晴れて良いということで、アムステルダムを観光する一日にしたいと思っています。はい、リオは過去に2回観光したことあるけど、ソータさんは初めてということで、今日一日の意気込みをお願いします。意気込み、アムステルダム楽しみたいと思います。どんな場所が待ってるのか楽しみです。小学生みたいなということで、もう今アムステルダム中心まで来て、一個のスキニーブリッジっていうね、一つの観光名所まで来ました。スキニーブリッジってことは細いブリッジってこと、細い橋ってことか。そうそう、細い橋なんやけど、バックグラウンドの話があったけどちょっと忘れちゃった。ああ。なんかみんなさ、運河沿いにさ船が置いてあってさ、そこで住んどるな。すごいな、結構ガッツリ普通に住んどるね、うん、これあっちの奥側のも住んどる。インターホンもある。すごすごいな。でもしかもさ、揺れてないからさ。うん、揺れてないよなこれ。揺れてないね、安定しとるな。ね、ほんまやな、すごいな。家賃いくらなんやろ。あ、うん、来た。なんか欲しいの。普通に家だね、リオ。普通に換気扇とかもあるし、扉がもう家や。へえ、こんな生き方もあるんやな。面白いな。面白いな。すごっ、こうやってポストがある。ほんまや。すごっ、中にはキッチンとかもあるね。へえ、すごいな。さあ到着しました。どこに次は到着したの。セカンドハンドのマーケットに来ました。おお。ホストの方がおすすめしてくれたマーケットで、リオここ来たことない、知らんかった。あ、そうなんや。うん、楽しみやで、行ってみようか。ちなみにね、今ねカウチサーフィンしてホストの方の家に泊まらせてもらってます。すげえ優しい方だよな、神様みたい昨日の夜も今日の朝もごちそうになってしまう。なあ、なあ、何をお返ししようかすごい迷っとる。日本料理作ろうよ。うん、こういった服がね、1ユーロ2ユーロとかで買えるらしい。マジやば、1ユーロ2ユーロってやばいな。自転車も買えるよ。ほんまや。え、すごい、なんかおしゃれや。すごいな、これは。めっちゃいい感じの古着が売っとるな。すごっ。え、普通にセーターとか持ったりか。さあ到着しました。お次はブルーメンマーケットっていう、なんかお花のマーケットだけど、お土産とかもいっぱい売っとる。あ、そうなんだ。そう、チューリップの、オランダってチューリップが有名やん。あ、そっかそっか。あのチューリップのほら球根とかもいっぱい売ってる。おお。じゃあ行ってみようか。うん、すごいね、ここ全部チューリップ
すごいな、すごい、全部チューリップや。ちょっと違う花もあるけど、うん、大体チューリップやな。本当だね、ほらダッチチューリップの缶とか。へえ。リオすごい、これ見て、すごいな、レゴだね。これもはい、恒例のレゴです。超細かいよ、見て見て、すごいな、すごいな。わあ、行ってみよう。中やったね。はい、いつもレゴ行きます。すごいな、美術館行かんでもいいよ。これとかもドット、一個一個が細かい。レゴチャンネル、すごえ？え？なんかあれ東京駅みたいやな。東京駅がモデルになった。違う違う違うえ？東京駅のモデルになったんだよ。あ、オランダのここの駅が、アムステルダム駅が東京駅のモデルになったんだよ。あ、そうなんだ。だから東京駅みたいなんや。そやで、すごいな、本当に東京駅や。東京駅が真似したの。そういうことな。いや、へえー、すごっ。はい、続いて到着したのはこちら、アンネのお家の場所です。ここに実際にアンネがいて日記も書いた場所なんだって。で、本当はね、行きたかったんだけど、ちょっと予約が必要で、予約がいっぱいあったので行けなかったので、外観だけ見に来ました。スタルダムは来る予定なかったな、もともとな。そうやな、うん、で、こんな感じ。はい、今は改装してる感じだね。そうだね、今改装中だね。当時の写真とかもあるから、ちょっと見てみよう。これが当時の写真。ほら、ここに家があって、ここに隠れる場所があったよ。ああ。こういう裏の風になってて。こっちが表向きってことやな。そうやな。奥入って、屋根裏がこっち。うん。2階と3階に住んどったの。怖いね、ここで。連れ去られたって思うと。で、あのアウシュビッツに連れてかれたってことやんな。こんな教会の近くにある。I love it. Wow. キッチンにやってきました。それでは今日はこちらのお味噌汁と焼きそばを作りたいと思います。お願いします。はい、私はこれを作ります。入れるだけやろ。さっきも言ったけど。Thank you very much. It's gift. It's traditional food. Cook rice and you just sprinkle them. Yeah. Thank you very much. Thank you so Thank you. much. Enjoy. Thank you. Thank you. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. ということでお別れしました。4日間お世話になったね。すごいぬくぬくな生活をさせてもらいました。ふかふかなベッドでな、最高でした。復活したので今から頑張って移動します。では今から1時間歩いて、バスターミナルに向かって、そこからベルギーに行って、そこから飛行機に乗って次の国モロッコに向かいます。はい、とうとう大陸移動やね。久しぶりの。そうだね、ずっとバス移動しとったもんな。確かに久しぶりやね。飛行機も久しぶりだよね。まあとりあえずね、向かいましょう。はい、
今日も動画見てくれてありがとうございました。またモロッコ編始まりますので、チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。